時刻は9時30分となりましたさなえ宅建塾 PDCA サイクルのお時間ですこの番組では宅建に向かって頑張ってる社会人の方に向けて放送をしています本日はさなえ宅建塾の受講生のファイナンシャルプランナーヒロさんにお越しいただいています ひろさん今日はありがとうございますはいありがとうございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、ヒロさんはですね僕が結構猛烈にお誘いをして入塾をしていただいたんですけど <laughs> はいはいいやいえファイナンシャルプランナーと宅建ってなかなか結びつかない僕ファイナンシャルプランナー特にあの保険のイメージだったんですよはいはいはいでもあの 宅建の話したときに意外と食いつきが悪くなかったのでお誘いさせてもらったんですけどそうですねファイナンシャルプランナーってあのお金の、まあ、全般専門家、まあ、計算をする仕事なのでも家庭のお金ですね、うん、なのでこう相続案件ですとか 不動産関係とかも関わってくるので、はい、まあ宅建ってすごい逆に、はいあ、僕にとってもすごいチャンスだなって思ったっていや、もうそう言っていただけたら、はい、もう2か月前までは、その宅建について頭に浮かんだことなかったと思うんですけど、<laughs> <laughs> はい、いやただ、もうあれですよ、宅建の資格自体も当然わかりますし、はい こういうのを持ってた方がいいだろうなっていうのはずっと頭にあったので本当ですか本当にあのいいタイミングというか<ー>巡り合わせというかって感じです <laughs> もうそう言っていただけるともう、宅建だと、まあ、金融業の方だったり建設業の方だったりっていうのは結構、食いつきがいいんですけどはい、はい、でもうちの塾ではファイナンシャルプランナーの方もう一人いまして。うううん、うんうん、うん その方はもう相続をメインにやってる、はいる相続相談士の、うん、とファイナンシャルプランナーをお持ちの方なので,、はい、でその人の場合だとまあなんとなく分かるんですけど、うん、ヒロさんの場合はじゃあお客さんに不動産のお話とかもする時があるということで、はいえっと、僕が振るというよりかは、まあ、お客様からこう相談があった時に、はい 多くわかりませんのでっていうふうに言いたくない<ー>ところですよね <laughs>、はい。不動産を知りませんっていうふうに言いたくないから、勉強しておこうっていう感じです。なるほど。えー、今そうですね。三十おいくつでしたっけ？三十五歳ですね。三十五歳。はい。で、えーと、FP の資格も持ってましたよね。あ、そうですね。ファイナンシャルプランナー FP の資格ですね。FP おいくつの時に 取られましたいやもう取ったのは意外と最近で23年前って感じですああそうなんですか、ね、自体は,は,い,はい,、はい、いや資格の勉強 <laughs> まあでも23年ぶりならまあ、うん、まあ FP の時も結構されたんじゃないですか、うん、FP はですねいやそんなに2週間ぐらいであそうですかちゃちゃっと FP は <laughs> はいなんか種類結構ありますけど1級 1>、うん、2>, 2級3級あってはい その中の中級今は2級を持ってるって感じで、はい、1>, まあ1級までいくとやっぱ1年ぐらいかけてそれ以上かかる場合も当然あるので2級ぐらいだったらちゃんと勉強すれば受かるって感じです、ね、ああなるほど、はい、どうですかあの卓研、うん、の勉強もされて、はい、その FP の時の勉強時間よりかなりかかるって、はい、いやーこれはですね想像以上で。<laughs> こんなに早くから試験勉強するのっていうのが、はい、やっぱこう高校受験とか大学受験ぶりなので、はい、逆に大学のセンター試験よりも長い期間があるのではい、はい、それより勉強するんじゃないかって今思ってるところですね <laughs> そうですねもう人生で一番長い勉強期間に、うん、<laughs> いや本当そうですねで今2か月経ったんですけどうん、うん どうですかその進捗状況といいますか、計画、僕の塾の方で一緒にこう立てさせてもらってるんですけど、<laughs> はい、まあ進むの難しいですよね。いや,やっぱ仕事とまあ家庭もありますので、はい、その合間でっていうのは、やっぱすごい難しいですよね、どうしても。そうですよ、ね、うん特に h i さんは、えーっと、お子さんはの人数が、はい。<laughs> そうなんですよね <laughs> ギリギリ片手で収まるぐらい <laughs> <laughs> 両手はいってないですよいやいやいや<また> <laughs> もう五人のお子様を見ながら勉強もして、はいうん、で仕事もして、はい、本当あの学研の勉強時間、うん、効率よくいって300時間必要って言われてるんですよみたいですね300時間、はい これれ日日何何時間間をやればいいんですかこれそうです、ね、半年の期間今からだと半年の期間で1日2時間を 1>,、はい、1日2時間を毎日半年間続けるぐらいのそうですね<ー>でしかもこれもやっぱあのもうただテキスト読んで問題解いて、うん、じゃなくて計画立てて効率よくいって300時間って言われて、うん、ああ<で>僕もツイッターで全国の講師の方ともやり取りするんですけどはい もうこれ300時間も,もうそろそろ限界だねもう400、500必要だねと特に今年あ、去年がですねもう合格点がもう史上最高の38点うん50点中38点だったのでもう今まで35点前後取れれば大丈夫だったし、うん、5年前なんて31点、平成27年は。えー うぐらいでまあ合格だったのに、うん、それがどんどん上がってあじゃあ合格点がやっぱみんな勉強する分上がっていったので、はい、それ以上をやらないと、ま、も,うもっと難しくなってくるてんですね <laughs> そうですね本当に<ー>特にまあ5年前の試験は確かに難しかったんですけど、うん、問題も あの個数問題って言って丸×を選ぶんじゃなくて丸が何個あるか選ぶみたいな、はい、ちょっと難易度が上がる問題が多くて31点まで合格点下がったんですけど全体的なレベルはそこまで変わってないのに毎年毎年合格点が上がっていくというもうなので今年も もうどんなレベルになるかはまだ全然誰もわかんないんですけど、うん、まあ40点以上目指さないととてもとても安心できないという,うんギリギリ取っていこうと思ってもなんかあれでしたっけ12点で泣く人が何万人いるみたいなあそうですね合格者が毎年3万人ぐらいいるんですけど12、うん、点足りなくて落ちる人は5万人以上いるのでは<ー>倍近くですね。なるほど ぜひとも40点以上を目指してほしいんですけど、うん、大丈夫です <laughs> 大丈夫ですそこはなので週に勉強時間1日15時間確保が大体その300時間の基準になるんですけどうん、うん、でもなんか富山さん見てると 1, 1週間で5時間ぐらいでいけそうな <laughs> いや実際でも今1週間の中で5時間ギリギリ あそうです教室にいただいている時間も含めてそうなんですよそれ以外で3時間一日1時間を週に3日、はい、できるかなっていうあそうですよね <laughs> っていう感じですね今はいやーでもあの瞬発力が本当すごいんでい <laughs> 勉強に対してそれしかないですねでもあの宅犬の試験向きではあんまないんですよねその、うん もう本当1 0 0ル走りより全然マラソンの競技になっているので、うん、いや本当はそうなんですよね <laughs> コツコツ毎日やりたいんですよ。はい、はあ、まあそうなんですなので今富山さんには広ヒロさんにはヒロさんにはあのアプリをこう進めてるんですよね、うん、はいはいそうですね携帯のアプリ携帯のアプリがあればどこでも 勉強ができるということでこればっかりはもう性格の向き不向きもあるんですが、うん、多分富山さんアプリで進めるの本当向いてると思うのでうん、うん、結構最近これは趣旨替えというか方法を変えたばっかなので、うんはい、まだ慣れてないと思うんですけどいや本当昨日からやっとこのアプリに手をつけて、はい、まあやっぱ。 僕はあの車の移動時間とかがすごい長かったりするのであ,、はい、あとはまあお客様のところに行って待ち時間とかその時にアプリ開いて刺さってできるっていうのは逆にいいですよねあ<ー>、まあ、そうですね、うん、本当に向いてると思います、うん、僕もあの受講生の方にもう6月7月ぐらいからもう全員にアプリやっていただきたいと思ってるぐらいでうんいいと思います 今は勉強に慣れてないというか、うん、机に座ってテキスト広げて、うん、でプリントも広げてで集中したいってい時期だとは思うんですけど、うんはい、でも慣れてくるとアプリの解説だけでだんだん納得する回数も増えてくるので、うん、そのテキストが手元になくても、うん、で座って集中しなくても,、うん、もうそのための今これは本当は1周目はあのあ 1週目終わった後にアプリを進めようと思ってたんですけど、うん、もう今、富山さんの仕事の <laughs> 事情だったり <laughs> はい、はい、家庭の事情だったりで、うん、移動時間が多いならもう今からでもアプリを、うん、今このラジオを聴いてる人でもあの勉強時間まとめて取りづらいって人、うん、本当にアプリおすすめします。うん、あの 今、無料で10年分の過去問一問一答が解けるやつとかもあるからですね。はいはい、ありますね。ちょっとあの CM というか広告が入るアプリではあるんですけど、はい、そこまで大きく気にならないというか、うん、確かにいいと思います。はい、もうそそれでそのアプリを使って 建塾で僕が毎週行ってる1週間で10年分できる計画をですねぜひともあそこまで上げていきます、はい、今一問一答で言うと、はいえー、1900問ぐらいあるんですよ10年分1900問は,い、はなるほど今富山さんの場合は民法以外は、うん、一応 テキストを通して問題も解いてやってもらってるので残り民法が終われば、まあ、1周目が終わったっていう形になるんですねはいはいはいそうですね民法あとは残るだけです、はい、最難関ですかねわかんないですけど最難関ですね問題自体は50問中10問しか出ないんですけど点数、うんうん 発見業法はみんな18点とか普通に取ってくるんですけど民法は5点6点の人がほとんどです、はい、あなるほどもう半分ぐらいしか取れないで勉強する量はそれなのにやたら多いっていううん確かに、はあ、なので今このラジオ聞いてる人でも 結構、宅研のテキストとか問題集、民法から始まるやつが多いんですよ。ははい、はいそうですねで今、民法でもしかしたらめちゃくちゃつまずいてるかもしれないですけど、うん、もう優先順位としては、本当に宅研業法、法令上の制限、うん、でその他の税だ、やって、もう最後に民法ぐらいで、うん、もう点数取る優先順位ですね、うん、もうこちらの方で進めていただきたいので、残す最難関の民法ですね。うん こちらの方もう富山さんにもあの机に座ってじっくりと取り組んでほしかったんですが移動時間も多いので、うん、もうこちらの,方のアプリのほうでぜひともバンバンいや、まあ、スピードが大事ってずっと、まあ、おっしゃってたので早くこの1回転、2回転1周目、2周目っていうんですかね、はい、早くしたいなと思いながら2か月経っちゃったっい感じで,す、ね、<laughs> いやでも、まあ、3か月は見てたのでうん、うん、多分。 FP もまあ法律の勉強すると思うんですが、はい、まあ結構趣旨が違うのでうん多分あのもうほぼ法律の勉強初めてのような、はい、いやまあ全くもうレベルが違います <laughs> そうもう言葉のレベルが違う <laughs> 聞いたことないそうですね <laughs> 聞いたことないものしかない <laughs> あのー 都市計画法だったり、建築、ね、基準法も,もう本当、僕も専門外だったので、うんうん、全然イメージがつ掴むの、まず大変ですよね、そうなんですよねこのの言葉だけで、難しい言葉を難しい言葉で説明されてるので、全く理解がでできないってやつですねもうなので、もうこのラジオでもかなり進めてるんですけど、結城、うん、大学っていう YouTube のチャンネルはい、はい、ありますね。 もうあの方の本当民法でもだいぶお世話になると思いますもともと弁護士さんでしたっけ弁護士の資格もお持ちで、うん、国家公務員一種の資格もお持ちでっていう方で,でその方の YouTube 僕もよく見させてもらってるんですけど、うん、で3か月でその方取ったらしいんですけどもうそれでもその法律の 一番トップの、うん、宅検が300時間必要と言われてるけど、弁護士は1万時間なんですよ。おお、もう何倍ですか、これ。33倍ですね。はあ。時間が必要と言われている弁護士の持ってる方でも、うん、宅検の初めてだと、1周、うん、目終わった後頭の中に20%も残ってないし、全然、うん、イメージもつかめないと言ってました。はい,はい、はいは でしかもその3か月で撮った話もその3か月1日5時間ぐらいやってましたね、うん、あなるほどまあ結局じゃあトータルの時間数はもう300時間300時間近くあるってことなんですねそうですねで合格点が42点っておっしゃってましたねほうええそれでもそんな勉強して基準クリアしても、うんはあ、その方でもやっぱ民法とか専門分野のはずだけどでもそれでもやっぱ、うん やっぱ県と弁護士だと出し方も違うので苦労なされたと言ってましたね、うんはああそういうものに今 <laughs> <う>挑もうとしてるわけですねそうですねはあ沖縄県の,この合格率とかはい、はい、高い方なんですかね沖縄は全国で45位ぐらいですのでやっぱり45位そうですねだいたい 東京都が一番高くて、うん、東京都5人受けたら1人20%近い合格率なんですけど<ー>沖縄だとやっぱ10人受けて1人ぐらいの 10%, 10前後ですね<ー> 10. 何みたいなレベルでなるほど難しいですねあの沖縄の人もともと勉強嫌いっていう人多いですもんね、うん、まあまあまあ <laughs> そうですよね好きじゃない方の方が多いかもしれないですねはい、はい の僕も沖縄の先輩に学歴より人文みたいな言葉何回も言われたことあります <laughs> まあそれでずっとやってきた人たちですからね,ねとても自己肯定,己肯定感の <laughs> 強い方々で全然間違ってはないんですけど、うん、やっぱり。 学歴とまではいかなくても、うん、こうやって勉強で手に入れた資格を持つことで選択肢は広がりますからねまあ確かにそうですよね今までできなかったことが資格を持つことによってできますからそうですねで先ほどもちらっと言ったもう一人の FP の方うん、うん、もうあの相続の相談に乗るときに、うん、はい 不動産は絶対欠かせないからここでぜひとも力をつけて、うん、で合格して、うん、もうお客さんともうちゃんと向き合いたいというようなやっぱそういう資格は、まあ、ま活用しなければ本当ただの合格者なので紙切れなんですけど、うん、もうそういう資格を持つことでですね選択肢を広げるといいますか、うんうん、説得力も増しますよね。 もう不動産の宅建業法なんて不動産屋さんが悪さをしないためにあるようなものなのでやっぱり不動産屋知らない一般の方と不動産を専門にしてる人不利な契約をばんばん結ばされるので <laughs>、うん、怖いですね怖いですねもう不動産投資家の方もそれで取るっていう方も、はあ、あの宅建っていう免許さえ はい、宅検という資格さえ持っておけば宅権免許というとちょっとまた誤解があるんですけど免許は不動産業を開業するときに必要なもので、うん、個人で言えば、まあ、宅権支障ですね、うん、その特権支障があるだけで不動産業の方の対応も全然変わってくるので、はい、あ持ってるだけでこの人は騙せないなとそうですね <laughs> 俺があのことをやったら <laughs> 衝撃どんぐらい食らうか知ってる人だって<ー> <laughs> 監督罰則のとこもですね中にはそういう人もいるかもしれないってことですよねやっぱりあの不動産を相続して、うん、でそのまま運用してた人がいて。はい 資金礼金なども不動産会社に言われるがまま不動産会社に渡してたんですけど、うんうん、なるほど敷金礼金はその持ち主がもらって全然いいものなのに、うん、やっぱ知らないということでほうそういう不利な契約になってたりな,るほどなので結構不動産業ってあまり評判良くない印象ありますもんねうん転職率もすごくてああそういうこともやっぱ実際 あるんですねそうですね<ー>もうそれきっかけに <laughs> 宅研取ろうって決めた方、うん、僕の知り合いにいましてあ大事ですね大事ですね、まあ、知らないことが多いとやっぱ損してますねそうですねもう大体まあ賃貸の方だったり、まあ、不動産買うことを年に一生に一回あるかないかなので、うん、そこまで深く関わることはないんですけどまあ確かにマイホーム マイホームだけですもんね、普通は、ね、運用さえしなければ。それでもあのいろんな方とお話しする、うん、ヒロさんのような職業をついている方、はいはい、特にお金の相談乗る方だったり、うん、あと金融業の方だったりは本当、うん、とっても心強い資格になると思います。あまあそうですね知識もそうですし、お客様への、まあ、安心感も与えられますよね、この人知ってるからっていう。 もうぜひとも本当合格したらあの名刺に、はい、書けますね宅。宅地建物取引士と。あ宅建士って書,いちゃい書かないんですよね。宅地建物ってう言うんですよね。<laughs> ね正式名称知らなかった。<laughs> <laughs> 全然知らない。って書いてですね、うん、でそうですねあの、残り半年の期間なんですけど、はい まあ1日5時間はさすがに厳しいと思うんで、うん、もうアプリさえでもその5時間を濃密にする方法なども本当に一緒に探りながらああぜひぜひよろしくお願いします特に今行方が2か月前やったのをばんばん今忘れていってる時期だと思うのでもう何も覚えてないですよね <laughs> 何も覚えてないですもんいやもう1週目2か月経ったらーセン5%も残らないと思う本当にいやでもあの2週目入った時、うん 1週目、宅建業法1か月ぐらいかかったんですけど、はい、多分一1週間ぐらいで本当にいけると思います。<ー>一度目を通したテキストで、一度解いた問題、はい、で、うんうん、この問題のどこで悩んでたかっていうのも、うん、その問題解いてる時に思い出すと思うので、確かに、まあ、問題解いたらそうかもしれないですね、また同じところ間違えたなとか、もうです、ね、うん、もう宅建は少なくとも募集はしてほしいと、結城大学の方も。うん 結城先生もおっしゃっててはい、はい、これは本当にそうだなとあので僕がもう一つ付け加えるなら、うん、その結城先生に、はい、あのこれ1週間に縮めてほしいと本当に2週間前間違えた問題って本当簡単に間違えるんでうん確かにそうなんですよね同じところばっかりですよね,そうですね間違えるのは、はいのあのー 卓研業法も本当に国語の問題かっていうぐらい,いやらしい問題たくさん出てくるのでうもうちょっと目を離したらあこれ業者同士のお話し,してたんだみたいなじゃあこれは卓研業法関係ないねみたいなうそういう問題もたくさんあるんで国語力うんこの辺はもう本当スピードがとっても重要なのでうん特に卓研の本番の試験2時間しかないんですよ。時間で500問、うん、で問 500問ってことは足一つ一つで考えると200足200足5 0る4で200足あるのでそれを2時間で解くとなるとな,るなので皆さん時間がないと一つの問題にかけれる時間が2分しかないんですよなので4つ足があるんで30秒しか時間かけれなくて一つのもあれを読むのに30秒読んで、はい、丸か,か判断しない,とい,ない判断けなと。 これコツは丸を探すか、バツを探すかとか、なんかよくありますよね。ももはい、コツはもう本当もちろん、バツだけを探す。とりあえず、バツだけを探す。もう二回読んで、バツが見つかなかったら、もう丸と思っていいと。うん、そんぐらいの勢いですね。うんうん、あまあ、バツを見つけていく方が。まあ、効率的というか、やりやすいということですよね。本当、僕が本試験を受ける時は、バツを探すんだな、卓建っていうのはって。そんぐらいの勢いでしたね。うんはい、は,いはい、は、え、い、ー、はい。 逆に丸の問題だと時間かかってちょっと大変でした。でも、あと半年という期間ですがもう次お呼びするときはまた悩んでるときかもしれないですけどでも合格発表の日もですね合格発表後のお話もぜひさせていただきたいのでそううでですすね大丈夫も合格しましたって報告。